コーラを今日初めて飲んどるから、この大会でこの炭酸の美味しいこと、もう何やろ、降りてくる時は日陰で涼しかった、超美味しかった。外の出たら何個ぐらいはビール飲んでいいんじゃない、ダメ、それはちょっと諦める。もう帰ってくると戻ったやろ、第一で。まあでも石崎が通り過ぎたって言っとったから。いってらっしゃい、ありがとうございます。では頑張ってゴールまで行きます。ありがとうございます。どうでしたか？大変でした。でも楽しかったです。ありがとうございました。なんとか無事各営業所回ってですね、業績を上げることに全力を尽くすことができました。ありがとうございました。また盛り上げたいと思います。そうですね、なんか息の長い大会になってほしいですね。もっと長いトレイルとか作っていただいて、なんとか期待しています。このコースを走ってもとても気持ちよかったです。またあれば参加したいと思います。今日いかがでした？走ってみられて楽しかったです。つらかったです。とてもいいコースでした。はい、最高です。はい、頑張りました。はい、やっぱり私も入善町で地元のもんですから、できればもし続けてもらえるなら、毎年参加させてもらえるような大会、もっと、メジャーになって朝日町がアピールできるような素晴らしい大会になればいい。途中の沿道の人たちもすごく応援が温かくて気持ちよかったです。いかがでしたか？そうですね、ベテランの方はすごくスピードを出せるコースだし、私たちみたいにゆっくり楽しむものは本当に楽しめて、山のところどころから海が見れて、とてもいいコースだったと思います。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日いかがでしたか？そうですね、最初スタートした時はまさか天気予報と話してまさかの雨降ってきたりとかどうなるんかなと思いましたけど、今見てもらった通り最後後半戦にはしっかり晴れてくれて、青い空と海とこれすごい最高のロケーションで皆さん走れたんじゃないかなって。そうですね、本当の夢なんですけど、夢っていうかちょっとこんなこと言ったら恥ずかしいんですけど、全国各地毎週のようにトレイル大会とかマラソンの大会が開かれているっていうのが現実なんですけど、そんな中でも全国的に認知された、富山といえばとか、この朝日のトレイル走りたいよねっていうので全国的な認知された大会になっていけばな、育っていけばなって思ってます。最後の登りそうですよになるので、いや、ここまで帰ってきたなという思いでいっぱいです。最後の登りだ。はい、最後の登りを、登り切りました。朝来たところを帰ってきました。ここに神主さんおられたんです。無事に帰ってきたことをちょっとお礼しとこう。無事に帰ってこれました。ありがとうございました。最終ランナーがついに鹿島神社まで来たようです。もうすぐ姿が見えてくると思います。斉藤です。たまらんのでさ、今もうちょっと、あ、出てきた。やっと帰ってきた。誰もがこの
最初の第一エイドで私のことを諦めると思っていたでしょうが、帰ってこれましたよ、無事に。一応時間内に帰ってきてるんですよね。はい、帰ってきました。初めてのロングトレイル。無事に完走することができました。最初のスタートの時はもう最初の 200m ぐらいで多分これ無理かなって思ってたんですけど、山の中に入って行って進むたびに一緒にいてくれたスイッパーの皆さんたちが本当に励ましてくれて、その励ましでなんとかゴールすることができました。なんか辛い時に見た景色っていうのが本当に最高でした。なんか山からこんな朝日の景色を見たことがなかったのですごい楽しめました。今後も朝日トレイル応援してます。そしてじゃん、乾燥賞とあとねドボナ賞っていうのをいただきました。可愛いバッグですかね。ということで本当に最高の記念になりました。本当に皆さんありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。初めてチャレンジしたロングトレイル、タフなコースで辛いと思うところもありましたが、頑張った先にある山から眺める朝日町の景色はとても素晴らしく最高のご褒美でした。海と山両方の魅力を体感できる朝日トレイルランニングの体験会は、選手、ボランティア、スタッフみんなが一体になって盛り上がった一日でした。ということでこれが完走賞になります。いや、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。いや、もう当日はね、僕は正直完走すると思ってなかったんでね、誰も多分思ってなかったと思うんですよね。まあまあ最下位、まあこの辺で言うとゲットクソでしたけれどもね。ゲットクソっていうのはゲッポってことかな。もうどっちもわからんね。どっちもわからんね。まあ最下位でしたけれども、はい、はあ、やっぱ楽しめたのが良かったんじゃないですかね。すごい楽しめました、うん、本当にね、沿道の応援もそうなんですけれども、うん、スタッフの方々の応援とか、うん、本当に皆さん温かくて、選手も楽しそうだったし、そうですね、うん、本当に思い出に残るいい大会に参加をさせていただきました。本当にありがとうございました、はいはい。まあうん、いろいろね、今回の体験会で、うん、意見も、ね、はい、出たということで、ね、まあ、それを踏まえて、うん、今後よりパワーアップした大会にしていくということなので、はい、はい、期待しております。そうですね、ますます応援したいと思います、はい。まあ、来年ね、開催されるならば出る、もう絶対出ないです、まあ、と言いながらも出てるかもしれませんのではい、どうなることか、はい、ということで今週はこの辺で、バイバイ、はい。